今回は平手みき後編を見ます。前編の様子は概要欄のリンクからご覧いただけます。脚本は橋本忍、監督は並木恭太郎です。マスジを花井蘭子が演じています。花井蘭子、1931年に日活うずまさ撮影所に入社、現代劇部に所属し、主役の田中春雄の妹役などを担当。1932年より時代劇の娘役が多くなり、知恵蔵プロの片岡千恵蔵らの相手役を務め、1年先輩の山田五十鈴と並び称される若手女優の双璧となったらしいよ。そうなんだ。話は変わるけど、平手みきは講談や浪曲などで広く親しまれた天保水滸伝に登場する剣客なんだって。それは知らなかったな。ちなみにこの人物像は流派や小国を変えながらも講談や浪曲を通して拡散され、昭和以降は鶴田浩二や天地茂が映画で演ずるなど、時代劇ではおなじみのキャラクターとなるまでになったらしいよ。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。いただきます。どう、卑怯が。もうここへ来られてからもう大方一年じゃ。こんな田舎の寺住まいにも慣れてみればもうまんざらでもなかろう。はい。ご主人がここへ来られた時にはひどく弱っておられたがね、近頃ではもうめきめきと元気になられて。おかげさまで。いや、結構なことですわい。これでな、もう可愛い赤ちゃんでもおできになったらな。お、時にご主人は笹川村の道場の方へ。2、3日前にヤクザになりたいってんで皆川村からやってきた直蔵ってやつなんですよ。あーっと、ほら、おい、セリフなり親分がお呼びだそうで。あ、じゃあ先生ちょっと、うん、ほら、おい、ほら、あーっと、おい、皆川村で天秤棒を担いでいるわけにはいけないんだぞ。ヤクザの修行がつれんだ。先生の切った井岡の連中、牛窓の半助たちの件だがな、ええ、今日って今日はどうしても言い逃れはできねえんだ。発集役にまた来たんですかい。うん、しかし親分、あれはもう事件から一年も経ってるんだし、なんとか。もうそう思って今まで滑って転んだで逃げはずたんだが、つけおるの父よ、差し金しがあってん、ちげえんだ。今度はどうしても下手人出せってんだよ。
出さなきゃ先生御用にするってんだよ。やりましたな。誰か代わりでも。それしか手はない。誰にだろう。さあ誰に。お、平手先生。お、ただいま。いや、お帰りなさい。驚きましたよ。世の中って広いようでも案外狭いもんですの。実はな、あの芝道成寺の十字とは昔から恋の間柄でしてな。この間、あなたのことをいつ書きましたよ。今度、笹川親分のご依頼で、平手道という剣客をお世話しているが、そのおかげでここのところもう喧嘩出入りがほとんどなくなったんで、仇の連中は大助かりやとね。ところが、縁というものはまた不思議なもんですな。その道成寺の十字と神田お玉ヶ池道場の千葉修作先生とは姉がね、五回の間柄だったらしいです。お、手紙じゃ、江戸の千葉先生からです。剣は自己の栄達のために、一身出世のために存在するのではない。剣は剣のためにしか存在しない。このことが分かったら江戸へ帰ってこい、帰ってこい。胸の患いを治すには田舎の水や空気の方が江戸よりはきっといいはずだ。早く立派な体になって、そして立派な人間になって、一日も早く帰ってこい。平手道、お前が帰ってくるのを、お玉ヶ池道場は待っているぞ。体に気をつけてな。後のことは心配するな。辰吉はどこへ。へえ、あのちょっと訳ありまして、長い旅だ。一杯いかがですか。うん、いやもうお体の方は大丈夫なんですよ。一杯はいかがですか。え、一杯どうす。いや、いや、まあまあまあ一杯はいいでしょ。おい、辰の女房を泣き続けているんだってな。かわいそうにな。先生に聞かれてよ。全然気がつかねえんだな。あの若さでな、亭主と行き別れになるんだ。泣くのは当たり前だよ。でもよ、10年も経ちゃすぐ戻ってくるじゃねえか。何言ってやるんだい、この野郎。遊びに行くんじゃねえぞ。いつまでの半助いか、家岡の野郎どもをぶった切った罪を一人でしょって。お仕置きに行くんだめ。短けりゃまあ15年だな。長けりゃまあ30年かな。30年？うん。それ辛抱らしいぜ。あ、なんでもな、その年金終わるまでには大概半分以上死んじゃってよ。そしてね、そのよくよくやると勤めてシャバへ出たってもうその自分には体使いもにならないってよ。それじゃあおめえ辰の女房を泣くのは当たり前か。当たり前さめ。殺したやつはお前三度三度さ、調べてくれやがるな。綺麗な絶品な女房だけや。それで脳の加えてやるんだからな。パッと見たってお前これから先よ、一生がいいよ。まあ、辛いことや、それから苦しいことがあった自分がな、あいつのこと思い出したきっとこら、恨むねえこら。なるほどな。やろうだな、あいつ。
先生、大変だよお前。あの飯岡の用心棒な、高須野郎が暴れてますよ。先生お願いします。女好きたら目がね、相手が泣こうが騒ごうが、ずでずくで追っかけやる。譲り語り、喧嘩、自分より弱いやつと見りゃ、とことんまでいじめなく、まるで宇宙人みてえな、やばいわ。宇宙人、裏切ろ。あそこにいるな、笹川重蔵の用心棒、白手幹だろ。何？俺が宇宙虫なら、あいつだって宇宙虫だ。金、切ってやる。めしな。おう、寺田行き、この名は取り付け。拙者はもはや、伊岡助五郎の用心棒、高辻大の神ではないの。この野郎、いい加減なこと言うね。何がいい加減で、バーバーしい。チッ、寺田の話だ。拙者は一昨日まで、助五郎の用心棒だった。ところが昨日、新しい用心棒志願の浪人もなしとる気があった。おう、白手、よく聞けよ。ケンオロはだな、その浪人者と俺と手の手をさせ合ったんだ。負けた、俺は見事に負けたよ。そうなるとスケンオロの言い分が振るっけん、先生二人養うだけの余裕はござんせん。お粗末ですがって紙に包んだわらじせん。おう、白手、おめえだってそうなるんだぞ。笹川村におめえより強いやつが来たら、重蔵はすぐにおめえを追い払えばこだ。ヤクザなんてそんなもんで。ヤクザなんて人間のくずだ。ヤクザ、そんなやつにヤクザって思うな。おい、待て。平手打ち、まともの職を得ない武士というものは悲しいものでござるな。腕に自信がなければあっさりと両刀を捨てることもできたんだ。鉛使えるばっかりにヤクザの用心棒になり下がってしまった。喧嘩の出入り、こっちが切らにゃ相手に切られる。だから切ったよ。考えてみりゃ、何の罪も咎もない人間を10人以上も切った。1年前のことだった。江戸の知人から仕官の望みがあるからすぐ出てこいっていう通知があった。俺は喜び勇んで胸をワクワクさせて江戸に出て行った。ぬか喜びだった。パクトの用心棒にまで成り下がって、余ってさえ喧嘩出入りに人を殺めたことまで分かってみりゃ、どんな白い目で見られ、どんなひどいつまはじきを受けたことか。手口、ええ、平手さん、おめえさん、元の世界へ帰りてえだろ。だが帰りにんだぜ。おめえさんも俺も落ちるところまで落ちちまったよ。
平手、元気になって帰ってこい。玉ヶ池道場はお前を待っているぞ。先生の病気の様子はどうで？ええ、それが大した熱でしてね。あっしは昨日、松雲寺見舞いに行ってきましたが、あれじゃ当分、ダメかい？ええ、弱ったな。助五郎の父よ、この祭りの間にはきっと殴り込みをかけてきやがって。ええ、先生一人で、10人や20人は引き受けてもらえるんだが、枕曲がらねえ病人じゃ、当てにもできねえな。先生、どうかお体を大切に。薬剤になろうなんて了見が間違ってやした。なおぞ国に帰って百姓いたしやす。先生に教えられた時すぐ帰りゃよかったんだが、つまらねえ夢を見ていたんだ。親分にも杯を消していただきやした。明日の朝皆川村へ帰りやす。いろいろお世話になりまして。体を大切にね。またうちの人に草笛を聞かせに来てくださいよ。はい。さようなら。さようなら。お。先生のご気分はいかがじゃの？もう気難しくなるばかりです。そうか。おう、江戸の千葉先生からお見舞いをしながら届いた。よう感じたい。食べさせてあげなさい。はい。眠れないの？ああ。今何時かしら？さっき二番鳥が鳴いた。手にいただいた羊羹、美味しかった。姉さん、姉さん、おかみさんが呼んでますよ。マスイさん、あなただってこの世界の裏も表も知ってるでしょ。マスジ。え？わしがこのまま死んだらどうする？
一人で江戸へ帰るか。どうする？あなたが歩けるようになったら私は一緒に江戸へ帰ります。ここにいるのは嫌。ここにいたらあなたはダメになってしまう。これ以上、これ以上ここにいちゃいけない。しかしわしが嫌だと言ったら江戸へ引っ張って帰る。首へ縄をつけてでも。嫌だとは言わないよ。わしも江戸へ帰りたい。一緒に江戸へ帰ろう。本当？死ぬまでね。もう一度江戸が見たい。一目千葉先生にも会いたい。いいえ、江戸へ帰れば仏が立派なお医者もある。きっと体も良くなる。ねえ、あなた、本当？うん、帰ろう。あなた。お前は天女のようだ。先生、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 先生。先生、先生、井岡方の殴り込みだ。120も。なるぞ。どうした？誰に切られた？知らせに来る途中で、井岡の奴らに。帰りゃよかった。先生、帰りゃよかった。直人さん、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 直人さん。刀出せ。行かないで。出せ。刀、刀。ごめん、行かないで。刀出せ。ごめん。刀出せ。いや、いや、行かないで。お願いだから行かないで。お願い。
先生、喧嘩は延命だ。君が命令を送ってやる。出てこい。
話がいきなり終わった感じがしたね。うんうん、終わり方がちょっと残念だったわ。制作時は107分あったみたいだから、この作品は短縮版なのかもしれないね。なるほど。平手美希、病気で立ってるのがやっとな感じだったのに、戦う時は動きが良くなるのがすごかったな。そうだね。あとすごい状態で馬に乗ってたよね。うんうん、でも戦いに行く前にお酒を飲んでたのがちょっと疑問だったわ。確かに。他に何か感じたことはある？千葉周作からの手紙に書いてあった、剣は剣のためにしか存在しないという意味がいまいち理解できなかったな。そうだね。あと平手美希、お酒が入ってるとっくりを割るシーンが多くてちょっとモヤモヤしたわ。わかる。特に最後にお酒を飲んだ時、あれを割る意味がわからなかったな。うんうん。それからマスジが平手美希の刀を持ってどこに行ったのかが気になったな。確かに途中から登場しなくなったからわからないよね。あとせっかく平手美希が江戸へ帰る決意をしたのに、最後あんな感じになってしまって、なんかもどかしさを感じたわ。そうだね。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。